はい、あ、了解です。配信台右2台がのじ合い台になりました。2セット。いや、このこれはのじ合い台じゃないです。配信台の横にある右2つがのじ合い台です。はい、52個になってます。それで今物は鈴鹿が帰って、今は俺とヒデだけ。あ、いや、俺とヒデと沼さんか。あとね、ペコさんとセオさん。あ、ペコさんも物らしいです。今モサ、まあ、あの7、あ、王者で戦った。王者で、いや、ただ昔の対戦と違って8段からもう上が、7段から上がったらもう8段からモサなんです。8、9、10がないんです。そう、だから8段からモサ戦なんです。あー、じゃあつわも、つわものせ、そう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 、ヒデが王者ですよ、王者。いや、俺、いや、まだモサモサモサ、まだモサ、モサ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 、よもすげえだよ。おい、やめだ、やめろ。さて次は67電線は配信台は鈴木ザンギ対鈴木ザンギが、つわものにリーチで、配信台はモノ戦ですね。はい、今残ってるのが瀬尾さんとヒデさんとシュウさんとペコさんと沼さん、5人ですね。おい、きつすぎだろ俺。瀬尾さんとかいるの？瀬尾くん、あ、いるいるいる。まあ盛り上がってはいます。いやいや、いいんですよ。じゃあ瀬尾さんいる？じゃあ瀬尾さんとヒデさんとシュウさんと沼さんはいる？沼さん、やる？この今ルール的には、まあ、プラス5で上がってマイナス3で下がるやつなんですけど、やります？やる？ OK、 じゃあやって、で順番はどうしようか、順番どうしようかね。え、上がった順番だね。じゃあペコさん、ペコさん、シュウさん、沼さんで、まあ、あとは残ってた人たちを入れるかなっていう感じかな。ということで、ペコさんはいる、いる。あ、そう、ペコさん、あとで呼ぼう。はい、じゃあ一応録画もして、はい、ということで第2戦の続きですね。つわもの戦の続きですかね。はい、
や、スワマの戦の続きやっていこうと思います。まあ、上がった順なんで、ペコさん、シュウさん、沼さん、ヒデ、セオの順番でやっていこうと思います。はい、はい、それで OK です。お願いします。はい、とりあえず、つわもの戦の続きということで、また人数が揃ったので一応録画してやっていきます。勝ったの上がり、じゃあ鈴木さんやる。はい、さあペコさんとまたしてもシュウさん、で、順番が今、まあ、上がった順でやってるんで、まあそうですね、そろそろ帰り時はありますね。はい、はい、というのでやっております。今、鈴木さんも増えたんで、まあ、順番としてはシュウさん、ペコさん、沼さん、瀬尾さん、ヒデさん、鈴木と、まあ、辛い並びですけどやってもらいましょう。いや、これ今日何時までやるのかよく分かんないな。人がいっぱいいるからちょっと終わりのあれがないよね。さあ、まあ、さっきもアナウンスしたんですけど、一応団員戦の台が減って野試合台がちょっと増えてるんで、はい、そちらもご利用ください。下がっている。さあ、これは投げる、お見事。じゃあ次、沼さんお願いします。はい、さて、こちらが今上がってきた沼さん。沼さんもね、昔団員戦でブイブイ言わせていた番なんですが、さあ沼さんは後から来て、なんかめちゃくちゃな人がいっぱいいるところを駆け上がってきた。さあ8段8、9、10段戦、つわもの戦ということでお送りしております。さあ、タイミングを測っている。大キック当たって、さあ4を見てから大昇龍で迎撃。昇龍が当たって、これは連覇が決まる。シューさんが2連勝。じゃあ瀬尾さんですね。はい、さあ瀬尾さんがさっき、モサまで一気にね5連勝して上がっちゃって、相手がいなくなったんで、ちょっと待機してもらってました。さあ、ちょっと間隔が空いたんでどうなるか分かんないんですけど、さあこれはくぐっている。コパンを振って、さあシュウさんがうまくいなしている。ゲージがたまる前に前ジャンプで勝負をつけていく。さあテンション早出し、竜巻で裏回りはさせない。これは飛行圏で対空。さあしっかり冷静。さあ、もう波動は打たない。地上で食らわせる。しっかり竜巻で潜れない高さまで来たところで戦列。
さあ硬い。さあ飛行拳1回失敗したがこれ結構大きいぞ。さあ中小流でジャンプをとがめて、さあシュースさん調子がいい。シック2段で重なっているのか。裏から昇龍が刺さって、これは烈波で削り確定、3連勝。ヒデさん、さあ早起きは三問の得と言います。ヒデさん今日は早起きをして一番最初に、すみません2番目ですね、2番目に会場に到着していたので、その甲斐もあって今モサのプラス3まで到達しています。剛健さあ踏んづけてしまう、上から行く昇龍、これは当たらない。ちょっと減りが悪い気はする、避けているが中足読み勝ってはいた。大昇龍のカスあたりが減らない。さあ気候拳、昇龍は当たらないだ、裏に出る大キック相打から前ジャンプ、さあ落とされる、しっかり冷静。さあこの後鈴木さん、そうよ、いや入ったんです、鈴木さん。4なんでね、そうですね。さあなんとヒデさん王者のねリーチですねこれねそして鈴木さんなんですけど、すごい嫌がってましたけど当然でございます。さあヒデさん昇格戦、相手は一番楽なキャラと言ってもいいというザンギ。ザンギでここまで上がってきたのもすごい。鈴木さんね後から来てね、辛い人いっぱいいただろうに。地上で当たる、まあさすがにこれは、まあそうですね、王者からさらに上がって名将の人ができたら終わりかなと思います。さあ中辛すぎる、なんだこれめっちゃ辛い。大パン当たって、いや踏み込みがすごい、出さない、しっかり我慢、いや我慢できてなかった。まだやる、まだ警戒する。鈴木どこまで警戒するんだこの男。さあ警戒したがヒデさんは打ってくれない、中足離してくれない、王者に昇格ですね。でペコさん、さあこれ今ね多分動画でになったら、まあヒデ王者ってなってると思いますよ今。さあペコさんは8段というか強者のマイナス1。さあ S剣のジャンプキックは下に判定が弱いので、原キックでかなりいい対空になっちゃうんですね。横には強いんだけど下には弱いっていうのが
S キャラの特徴ですね。大キック、いやまあなんか結構大体横に強くて下に弱いっていうのが、さあ抜ける、大パンは多分同じ大キックは、そうですね、横に強いけど下に弱いっていう、これは S 流も同じですね。さあいろいろプリプリ技を振ってごまかしてはいるが、ヒデさんが安全な距離から飛行を打ってくる。鳥かご、さあゲージが溜まって、これ結構食らってますね今日。さあ波動拳大丈夫なのか、下段が刺さって投げは怖い、受け身がないからめくりはコパンで落として、ペコさんが空中戦を仕掛けている。大足、あー危ない、大波動だった。さあこれはやられるか、下がって抜けてくる、減りましたね。さあ昇龍が当たらない。さあこれは相打ちになる、美味しい飛びが刺さらない、いやーこれはガードが硬いぞ。戦列も狙ってない、波動拳相打ち、沼さん、はい、王者だからね、王者やからな、ヒデさん。さあ強者戦といえば沼さんがよくいた、そんな記憶がある。さあ短パンチからくぐってヘッドを出して、さあ今日は MB さんもいい感じに処理している。大パン、しかし体力リードはチュンリー。さあ釣られない、大パン。さあ沼さんがゲームを作りに行っている、しかしヒデさんも、あっとこれはかくらない、フォーが刺さらない、うわーヘッドから食らってしまう、なんで飛んだか。いやー、お、はい、ヒロシさんが来ましたね。これ鈴木さんの次なんですけど並び的にさあ、あっと食らう、投げる。さあこれはピロシさんが上がってきたので鈴木さん終わりましたねって感じがしますね。もう本格的に終わったって感じがしますね。はい、さあ大パン、さあうまくいなしてはいる、これは読まれている。さあしかし大パンチに剣が刺さってアントニーミス、こっから埋めて暴れていないぞヒデチュンリー。さあ沼バイソン何を待つ、あーっと大丈夫、下段王者がじゃあ瀬尾さん、はい、さあチュンリー2連戦こんなにきついことがあるのか、しょうがないんです、チュンリーが2人残ってたから。
投げて、さあ気候圏が早い、これはダッシュグランドで割り込めない、草くぐってゲージは溜まった、さあ釣られないぞ、瀬尾さんは反応がいいので釣ろうとするのはありなことではあるが、さあヘッドなんか出ちゃう、これは出さない、最後まで我慢した、まあ、あのヘッドが二度と削れたらクソ熱かったんですけどね。さあ沼さんの試合はなぜこんなに苦しそうになるのか、楽な勝ち方がない。10パン、いやー大パン大パン大パン短パン、さあ打っていくぞ気候圏、大パン大パン、何発打った、さあ上から投げ返して、ラピオル、おお正面からあんなんできんの、じゃあシュウさんですね、シュウさんです、ね、さあシュウさんですね、さあ先ほど上がるんじゃないかっていうぐらいちょっと勝ってたんですが、さあ瀬尾さんが落ち着きを取り戻した、食らわせて冷静、さあ割り込まれる、小中の連携、さあ台足で割り込んでくる、これは力強い台足、さあこれはお釣りしっかり入れてバックジャンプで拒否、下が波動を踏んづけてしまう、波動モードに入る、さあどこかで切り返したいが、シュウさんがそれをさせない、テンションで切り返す、ゲージを貯めるのを優先にしたこの男、弦でお釣りを入れてくぐってチュンリーには刻むとつながらない、さあ抜けてくるぞ、さあ中対空、さあ大処理が引っかかる、めくりは空中ぐらい、大キック、中段が失敗していた、ペコさん、そうよ、さあペコさんが、つわものマイナス2で降格戦となっております。大キックで切り返す、さあこれは飛んだがダイヤシャイチになる、さあ実際 S 剣対 X 剣結構つらい、通常技の差がかなり響いてきますね、波動の回転率と、飛んでこれは一発しか刺さらない、うまく差し返している、昇竜勝ち合うと無敵が向こうのが長いんです。さあうまく切り返して、さあ台足減っている、うまい、これは削り切れる、
波動拳、昇竜から飛びは大パンチで対空。 S 剣って大パンチも強いの？昇竜が間に合うんです。大足、これはつらい、つらすぎる、つらい、つらい。画面端だ、鈴木さん。はい、スピロシはその次。さあ鈴木さんが、つわもののマイナス1、ペコさんがつわものマイナス1となっております。様子を見る、うろ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 、差し返しに行ったところに勝利を置いてあった。あれはちょっと残機は対空ないですね。さあこの飛び残機に対空ないです。これは長州さんのムーブでは、あ、これは、あ、難しいですね。さあピロシさんにきついとは言いつつも、あーっと中キック、とにかくジャンプされるときついですね。さあ丁寧に丁寧に立ち回、さあ先回りで置いておいた、吸ったところに昇竜、リバサダムラリが出る、大昇竜、表から昇竜、中キック、あーっと、どうせ早出しなんだろうと、どうせ早出しと、しゃがみ大パンチ。さあ近づいていく、うまい差し返して昇竜は出せない。さあもう一回大出し、うまい、見ていたが昇竜の隙がなんかおかしい、食らっている。なんでガードできるの、コパンで落として昇竜は出さない。大足突っ込んでくる、大足波動抜けて大キック、これは出さない。熱い勝負になってきた、これは嫌な飛びだ、嫌な飛び、どうすんのこれ。いやー、これは大勝利、ペコさんの勝利です。じゃあピロシ、さあなんか頑張って上がってきたピロシ、なぜならフェイロンがいっぱいいたから。うわー危ない、どうすんの。さあフェイロンの生き血を吸ってきたピロシ、 S 剣に文句は言えないはずだ。これは刺さる、見てからバックジャンプ。さあダイヤシ入って、張り手から掴みに行ったがコパンで止められる。いやー距離離されるなこれ。さあ行ったところに張り手から、張り手に行きたいところに昇竜を置いてある。さあこれはカスあたりでいい、昇竜避けて、さあとにかく弱波動が何よりもきつい、何よりもきついです。さあ弱波動を避けた後に大足が間に合うんですね。さあつらい、しょうがないですね。はい、そうです、ヒデさんですね。さあペコさんがマイナス2から息を吹き返してきた。
貢献。さあとにかくこの地上戦で押していける性能と高さを持っているのが S 剣。さあその地上戦も戦列の前には無力、波動拳打っていく、人間を信用した波動拳を打っていくしかない。これはかくってしまうぞ。ちょっと安く済んだ、2ヒットはだいぶ安いぞ。さあ波動拳が速すぎて踏み込めない、背中切りでごまかす。さあこれは地上戦を仕掛けに行った波動拳、台足相打ち減っている。さあしっかり回収で切り返して、飛びが刺さる、よく見ていた、裏に回るのもお手の物。これは垂直ジャンプ間に合わない、なぜなら S 剣の大キック横に長すぎ。さあそういったね強いポイントを使っていくのがいいんじゃないでしょうか。すまない、小足も振ってみる。さあこれはちょっとクラゲが残りすぎている、飛んでバックジャンプで拒否、飛んで避ける。さあヒデさんとりあえず使っていく方針にした。さあまたしてもクラゲがお尻に刺さる。さあちょっと気候圏は出ていないが、ピオリチも気になる感じになってきた。踏んでつける、昇竜はガードしている、飛びから投げて波動拳踏み足、今の波動拳出なかったのちょっと痛い、飛びが刺さる。沼さんかな、はい。さあヒデさんが王者のプラス1ですね、沼さんは強者のマイナス1。さあ何よりこのチュンリチュンリ並んでるのがきつい。さあ大キック寄ってしまう。さあ封殺している。上は出なくて、こんなに持っていかれた、対空失敗したら体力半分なくなったんですけど、うわーっと転生しっかり切り返す、もうさせないぞと。これは上投げ返すのはでかい、非常に大きい、意味のある投げ返しでしょう。あーっと大パンが刺さらない、はい、そうです。あ、瀬尾さんです。ごめんなさい、瀬尾さんです。さあ、誰が何と言おうと、ヒデさんは今この会場で一番勝っています。王者プラス2です。そして瀬尾さんは、モサのマイナス1ですね。さあ壊し機構、いやらしい、くぐりはさせない、くぐりはさせない、下段待っている、これは食らわないぞ、切り返す。さあ勇気の機構拳、踏ませたつもりが踏まない。さあこれはかくっていたか、バックジャンプすれば抜けられるのかな。さあゲージために走った、美しいスト2。まあゲージためてから勝負、飛んでくぐる。さあ飛びは落とせないが下段、さあこれはつながる、
した。さあ戦列がある、もう分かんない。あーっと動いたのを見て反応で押しましたね。背中蹴りから中段はもはや瀬尾さんの代名詞と言ってもいい。もう完全に見てからやってますね。シュウさんですね。全部見てからやっとるやんけ。いやおかしい、おかしい。さあ瀬尾さんは猛者のゼロ、シュウさんは連勝があるので今つわもののプラス2ですね。さあこれは掴んで画面端に追い込まれるとちょっとつらい。鳥かごをするっていうのがやはりね剣の勝ちパターンだと思います。めくりもあるんですがやはり鳥かご。さあ飛んだ、チュンリー戦非常にうまいですね。さあ引きつけて飛行剣、これは打たない。さあ瀬尾さんの動きが慎重だ。これはつながる、投げ返す冷静。これは小足なので当たらない。使っていく、もう一回溜まる感じですね。これは早めに使っていくことでゲージを貯めるということで、さーっとこれは切り返す、溜まった。これは竜巻だったので確定していた。ちょっと軌道がね裏の方に行かなかったですね。さああっと投げ返される。さあこれは冷静にガード、トンビが刺さって、さあ飛び飛びと呼んだのか。さあこれは飛びが刺さってめくりが当たる、投げ返す。減ってないか、いやー一気に持ってった。鈴木さん、さあ鈴木さん、ちょ悲しいことにね広角リーチなんですけどチュンリーですね。さあいやー辛い、瀬尾さんが超安全マンです。つらつらどうしたらいいんだろう。瀬尾さんがそれだけ完璧な対応を行っているとも言える。さあ画面端は近いんですがクラゲが痛い。さあザンギのいい間合いになってきた、悪くはない、体力は使ってるけど悪くはないけど火炎臭大パン、中キックが強い。戦列があるのでもう厳しい。中これは確定。鈴木さんお疲れ様です。はいはい。ピロシ、さあザンギの次はホンダだ。これなんか団員戦を思い出す感じの辛さ、まあ、とにかくキャラ差が辛いっていうのが団員戦のまあいいところでもあり悪いところでもあると、
まあ、それを踏まえて今日皆さん参加してくださってるんでね。そう、誰しも思うはずです、このルール強キャラ有利やんけと。そうなんです、しょうがないんです。さあ踏んでしまう瀬尾さんの、瀬尾さんの対応。しかしこれを見たかった。その言葉が聞きたかった。さあ画面端に追い込んだ、こっからこっから、あとは瀬尾さんがミスってくれるか、ミスらせられるか。これは相打ち対空、ちょっとずつ前に行く。さあ大パンチ、あれはつらい、好機と見えたジャンプだったんですが、さあまだあるのか。いやつらい、今の気候圏のガードはつらかった。背中蹴りで脅威飛、バックジャンプ、お見事。ペコさん、沼さん次ですね、はい。そう、ガード方向がよく分からなかったが、さあ瀬尾さんプラス3、モサのプラス3、ペコさんは強者のゼロですね。波動拳つらい、つらい時間帯、これはつらい、弱波動を打たれまくる、これがつらい。画面端に行っちゃうとちょっとつらいですね、これは。さあ一気に持っていくわ、一気に画面端、昇竜は拒否。さあ行った、画面端行った、こっからこっからどれぐらい作れるか。これは反応していたか、ジャカード、大キック、昇竜拳は透かして、あーなんで、さあゼロドットから持ってったぞ。しかしあそこまでは悪くなかった、大キック。さあ瀬尾さん、さすがに遠いか、ゲージが溜まった、バックジャンプで拒否、判断が早いぞ、これは落としにくい。波動拳打ってく、ペコさんは知っているのか、波動拳打ってもいいタイミングを知っていそうな感じ。台足が刺さる、飛び、これは抜ける、綺麗に抜けてきた。沼さん、今ねプラス4だね。いや王者、そう、さあ、瀬尾さんがモサのプラス4なので王者リーチですね。さあ一方沼さん、これ降格戦です。ヘッドでどっか行く、大パン、さあゲージがある、あっとスパコンです。さあダッシュグランド、早い判断、やばいな。さあ、小山さんが上がってきたんで、でも並び順的にピロシさんの次なんですよね、あペコさんの次です、ごめんなさい、ペコさんの次ですね、はい、助かりましたね。
さあこれは沼さんが押してはいるが投げられる、まだ死なない、くぐってヘッド、まだくぐる、ヘッドでどっか行く、わかんなくなってきた、あーと、おーヘッド、飛行が届く前に殴った。ヒデさんですね。名称、まあ今日はないです。さあ、まあ今日のゴールは名称ということで、まあ11段になったらね、まあ終わりですね。10段、11段ですね、そう。さあ、そしてヒデさんは今、王者のプラス1なっております。誰がいようとヒデさんは王者です。さあチューチュー、なんだかんだ言われてますけどちゃんと勝ってますからね、王者今日。さあ下段刺さって、上からうわーっとチューチュー、ピヨル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 。さあしっかりテンション貯めていた、突っ込んでくる、オア上通って投げ返し、投げ終わった。今の接近怖すぎる。天正読みでしかも待ってましたからね、恐ろしい人間ですね。これは踏みつけ確定している。今難しいところでしたね。さあ沼さんがエンジンかかってきた。しかし天正ヘッド上、コパンで落として、さっきも見た、ヘッド暴れない、投げる投げる。さあこれは暴れを読んだが沼さんも安全運転、投げられる王者。じゃあシュウさんですね、はい。さあ沼さんがマイナス2から2連勝ゼロに戻してきた。マイナス2からの2連勝はね、しみるんですよね。ありがてえってなります。さあ下段突っ込んでくる、投げるに行く、段位戦の知っている男、俺がやってた頃は抜きチュンリーもいたんだぞと。うわーっとこれは投げてどうする、ヘッド昇竜。うわ竜巻死ぬやつ大丈夫、コパンでいいんだあれ落とすの。下段で、あー昇竜出していく、投げて暴れてやばい、減っている、大パン、そして下段、沼バイソンの粘りやばい、いけるかと思いきや一気に持ってかれる。沼バイソン、バイソンの攻撃力を信じている。飛んでいく、うわ下段ずらした、安全運転なのか、ヘッドが出て投げられる、これはガード下がる下がる、バイソン下がるのも早いぞ。さあ踏んでしまう、置き攻めに行く、暴れている、これはしっかりお釣りを取っていく。ヌーバーバイソン強し、ピロシ、
さあピロシ降格戦です。さあ僕はバイソン戦めっちゃきついと思うんだけど、なんか意外といける説があったりする。本当か？ピロシ見せてくれ。体力リードはしてるぞピロシ。体力リードしてないぞピロシ。さーっと刺さった。これは美味しいが高い。ムマバイソン逃げる。いやー張り手突っ込んできたところに中盤を刺せる距離にいますねこれ。ガーッとフォーに噛み合う。中盤が強い。さあ中盤これはヘッドで対空か刺さらない。ダッシュグランドの隙が短すぎる。さあおもむろに頭突き減る。体力リードしてるうちはいいんだけど、さあこれは大パンで相打ちを取る。あのしゃがみ大パン出せるか出せないかだと段違いだ。さあしゃがみぐらいだったので距離が離れてしまった。5パンを振っているぞ。5パン振ってる。なんかヘッド仕込んでありそうな振り方してる。さあどうせんのピロシ。行くしかない。沼さん何もしないんですけど。やーっと危ない。さあ自己ヘッドが出てしまったが大事には至らず、減らして、あーダイパー、これはあー刺さった。沼さんのコパン連打が割られた。出してみるもんですね。さあ行ったか。これはヘッドで抜けて、さあ沼バイソンここからどう取り戻す。上から行って大丈夫かピロシ。体力勝ってるぞピロシ。出していく。一旦使った。これは距離を保つためのものだったが勝ったペコさんです。そうですね。さあせっかく頑張ったのにエスケンだ。なんでだ、なぜだ。さあまあヒロシさんもねフェイロンとかと当たってきたんでしょうがないですね。昇竜。さあ波動拳つらい。波動拳どうすんのこれ。昇竜、昇竜のカスあたり、昇竜のカスあたりで全てが台無しになる。波動拳打っていく。いやー前飛びされている。さあペコさんの動きがちょっと怪しいけど、これはバックジャンプですね。さあん飛んでいく。いやそれはキャラ差がある人ではやることではない。いやうまくガード、波動モードになると超つらい。いやこれは動いたところに刺さってしまった。さあ次コエモンさんなんでね、ペコさんに頑張ってもらいたいですね。昇竜けし尻に昇竜刺さりましたけどね今ね。いやーいい絵柄ですね。これは飛びが刺さらない。さあ刺せて、でもまだ遠い。張り手、張り食らいすぎじゃない張り手。つらい、減りすぎ。体足減った。
じゃあ小山さんですね。さあ、いや小山さんね、なんかさっき来たのにもう上がってるんですけど、どういうことなんですかね。さすがに強い。さあピロシさんは嫌だとは言っていたが、エスケンも十分嫌なのではないだろうか。波動拳、あっとなんか食らってしまう。勝利切り返して、いやー今悪くはなかった、読んではいたんだけど、コパン出すのがちょっと早かったね。うわーっと踏み込み台足、さあこのゲーム未だに、このゲーム未だに解析されていない S キャラの攻撃力、みんな体感では S キャラの攻撃力はすごいと言うんだけど、データではあんまり出てこない。抜けて、これは大パーン。さあフェイロンの中足非常に強い、合わせて、さっきも見た。さあ波動拳、相打ちになるのやばくない、打ち切って、これはうまく対空している。逃げるがまた画面端、剣がずっと画面端だ。さあ小山さんが慎重に、あーっと飛びが噛み合う。はい瀬尾さん、さあ瀬尾さん、瀬尾さんは猛者のプラス3だがちょっとつらい、フェイロン戦はとにかくつらい、かくっていない、対応しつつダメージを取っていかなければいけない。フェイロンはひたすらぶち込んでくる。さあ対応一つ一つにやっぱりダメージを負わせなければいけない。下がって減る、背中蹴りから逆に出る、小足が逆に出る、スト2あるある。刺さる。さあカラキャンテンションで切り返して、あくまでも有利フレームを維持する。背中蹴りは蹴られて、またしてもカラカンテンション、ゲージは溜まった。さあ瀬尾さんは、さあ小右衛門さんも様子を見ている。これは落としづらい、裏に回る、戦列がもろ刺さり。さあ昇竜からスピバー、スピバー、もう食らえない体力。はい、じゃあ次ヒデさんですね。さあということで、瀬尾さんが今昇格戦ですね、これはね。さあ瀬尾さん、かなりヒデさんの対ヒデさんの勝率はかなり高い。そんな中で昇格戦、王者になれるのか。さあ溜まった、これは溜める、溜めに走る。
あっと食らっている。背中蹴りから背中蹴り、なんでくぐらせない。下段、これはちょっと待って、投げ、お見事昇格。まあでも続くんでね、やっていきましょう。ということでシュウさん、はい、あ、分かりました。さあシュウさんが、さあ瀬尾さんが王者になったので、ハイキック、飛んでバックジャンプで拒否。さあこれはかくっている。すごいな。さあ貢献、貢献、飛びは冷静にガード、これは地上で食らう。瀬尾さんの技術なのか、それとも運がいいのか。さあ町の姿勢、竜巻で巻き込んで投げ返した、強いこの男。沼さん、マイナチっすね。さあ瀬尾さんが、王者プラス1、沼さんが0ですね。今ね、沼さんが強者の0になっております。さあ粘り、一時期はマイナス2までいっていたが0まで戻してきた。さあ先ほどはこのダイパンが結構大活躍していた。投げてずらして投げる、バックジャンプでかわして背中蹴り、背中蹴りから投げる。さあこれは間髪入れずにダッパー、ダッシュグランド、ダッシュグランド、あんまり減らなかった気がする。ヘッドで待っている。沼バイソン、さあセオチュンリーに対してかなりいい動きを見せている。投げ受け身はない、辛いですね。大パン減っている。いやーいい動き。さあちょカクカクしてる、沼バイソンがカクカクしている。背中蹴り三角飛びが出てしまって、お互いゲージが溜まって、さすがのセオチュンリーでもダッシュグランドに反応は不可能なのか。あーっと悔しい、ヘール、ピロシ、ピロシ、さあちょっと長丁場になってますけどね、ピロシホンダマイナス2。先ほどはこの沼本バイソンを倒してポイントを稼いだが、どうなんだ沼バイソン、待っているぞ。さあ待ってる沼バイソンが待つ。さあねじ込んだ、体力わかんなく、さあこれリードしてます、沼さんがリードしてます。攻めるしかなくなった、ダッシュグランドコパンで止めて、なんもしない沼バイソン。
唯一の希望は今のところにスパコンを刺さるところなんですが、バックジャンプ張り手で削って、この削りは大きいぞ。さあ体力リードはヒロシ、さあ相打ち、しかしダッシュグラウンドが早すぎないか。アッパーはうますぎた、アッパー沼さんが安全行動、変な技が出る。さあこれはピロシ降格、じゃあペコさん、ペコさんいる、いた、ペコさんね、マイナス1。さあペコさんがつわものマイナス1で、沼さんがつわものプラス2ですね。さあ歩いて投げる、沼さんが安全行動、これは刺さってしまう。さあこれだけ硬いともうミスができない。下がる下がる、さあオアが突っ込んでくる、スパコンで削って、さあタンパ竜巻で巻き込んでヘッドで割る、ヘッドで2回ゲージを貯める、ゲージ回収率が高いですね。ヘッド抜ける、さあガードガード投げて、さあ弱波動はとにかくつらい、ヘッドで抜けてもダヤシが間に合うですが、スパコンができた今大、さあ中足埋めて、沼さんプラス3ね、ネモさん、さあネモさんも上がってきたが、バイソン、さあ沼さんのバイソンマジね、ブランカ戦は画面見るマンなので、大変だと思います。さあ第1番グランドが止まんない、グランドが止まんないぞこれ。さあ投げたが時間が足りない、体力も足りない。さあグランド安全、さあ噛み合ったが、これはヘッド、マジか。さあ沼バイソン体力負けてるが様子を見ている、いやー様子見てる、ヘッドは反応してる、ヘッドで投げて体力ちょっとリードした、ここまでは折り込み済みか。グランド下がる、グランド強い。小山さん、うん、そう、うん、今上がりそう、これに勝てばね。さあ
沼さんが猛者に昇格リーチ。しかし相手はフェイロンだ。さあ突っ込んでくる、下がる、しっかり反角を分かっている沼さんのフェイロン戦。あっとガードに、これは投げがかくっている。さあさあこれはコパンが刺さる。投げ返しに対してコパン、これはまだ投げ返す。なんだこれは、リズムが乱れた。ちょっと早い。さあ投げて、これはいい間合い、投げ返す、ヘッドは食らわない。2段目確認、投げて、これは劣化で削り、火で火ですね。はい、さあヒデさんね、ヒデさん今日、あーヒデさん今日これでラストって言ってたけど、気持ちよく終われるか。さあ投げられている、何もしてない、すごい、頑張って王者になったのにこんなに煽られるなんて。あちょっとヒデさん、ヒデさんだ、ヒデさん、シュウさん、さあ、まあちょっと王者がね、王者帰還しちゃうんで家に、今王者がね瀬尾さんだけになりました。さあ左足、さあうまくくぐったが投げられる、裏から歩いて支援、昇龍は透かしてしっかりだ最大入れていく。さあ使ったがちょっと反応遅れた。波動拳打っていく、波動拳打っていく、波動拳相打ち、これは2段目、削られてしまう。さあ遅めに大キックを出していたので下大パンを潰している。さあくぐって膝、さあ劣化からど、わからない、これは突っ込んでいった。昇龍は透かしてコパン劣化、さあ前に飛んでいく。やっぱね地上を見てるんで若干上は見えないですよね。さあ下がる、フェイロン歩くの早い、踏んでしまう、めくりが見える。これは劣化で突っ込んでくる、刺さる、逃れられない。昇龍ねじ込んだ、瀬尾さん、さあ王者プラスゼロ、
まだ王者は残っています。踏み込んで昇龍バックジャンプでかわす。さあ何もしない、何もしない、くぐれない、早い早い、まだ戦列は使うところではない。大キック速くないですか、今の近距離大キックの対空ちょっと速かったですね。さあ波動拳、波動拳、さあ中足、中キックで対空、うろ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 、これは戦列でガードさせる。さあ使わせた、中堅のターンがやってきた。ダメージ昇龍、昇龍は当たらない、背中で投げる、刺さる。さあここで中堅が下段で暴れた、表から行って素直に投げる。さあどうなる、これは、いや様子を見て下段。さあこれはしっかり待っていた、背中蹴りで空中ぐらいする。さあ下段がかくってしまった、めくりが早いか、大キック早すぎる、投げる、戦列かと思いきや投げる。草さん、はい、ペコ、はい、いや、ね、シュウさんゼロです、いや、マイナス1です、今だから今負けてマイナス1、はい。さあペコさんがこれで降格戦ですね。さあとりあえず終わりのシナリオとしては、このまま瀬尾さんが名将まで上がってしまうことではあるんですが、さあそれをみんながどう防ぐのか。さあダヤシもうわかんないでよ、これまだわかんないですよ。あーっとさすがに出ない、コパンで対空踏まない、様相客のせいかな。さあ切り返した、中キックで対空、さあ戦列は出ない、さあ踏んでしまう、あーっと安く済んだ、昇龍から、これは昇龍踏ん張った。ネモさん、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 ネモさんは今、つわものマイナス1ですね。でペコさんがマイナス1、さあこのマイナス1同士の争いっていうのもね結構渋いですよね。さあ踏んでしまう、 S 剣とにかくつらい、とにかくつらいキャラ多くないかさあピロシさんが戻ってきたらしい。
さあピロシさん戻ってきたんですけど、残念ながら瀬尾さんの後ですね。さあ大キック刺さる、昇竜で迎撃、さあなんか変な技、いやーどうすんのこれ、昇竜変な技のせいで沼さんいる、いる、いた、はい、まあそうですね、まああと帰ってない、まあしょうがないですね、はい。そして沼さん、話によるともう6-7段線に人が誰もいなくなったらしいんで、今8段から落ちたらもう戻ってこれません、そこで終わりですね、はい、わかりました。確定、沼さんを舐めちゃいけない、沼さんは出します、さあヘッド、やーっとずらして昇竜だが、ヘッド、ヘッドやった後ヘッドで溜めてんの憎いですね。下段ちょっと強いなこれ、強いなこれ。さあ何もできず、小右衛門さん、ぜひね、王者マイナス2です。さあ昇格リーチなんですが、このフェイロンに当たってしまうこの巡り合わせの悪さ、大キックピオらない、ヘッド下がる下がる、さあいろんな動きを混ぜてグランドを悟らせないようにしている、投げる、さあまだ時間はある、さあ下がって大パン置いてある、しっかり反応している沼バイソン、体力リード若干超えもん、あーヘッド下がる下がる、何もしない、これはさあ着地に合わせてきた、返しにくいポイント、下がる3段打ち切って、この位置は良くない位置、さあちょっとリズムが狂ったか、しかしまたしてもレックで強引に画面端、コパン暴れていない、さあこれは仕込んでいた、コエモンの対策、さあ沼バイソン上がれるか、あっと刺さる、ガードから投げかく、アントミミスらない、一気に体力が溶ける、沼さんは猛者昇格、はい、クサさん、さあこれは久しぶりの猛者ですね、やっぱり単位戦といえばね沼さんですから、さあ沼さんが何かを狙っている、これは出させた、
チューパングランド。さあ第1班伸びる、匂いも。さあさすがにやりすぎたか。下段投げを、さあどうする。これは百裂が間に合った。坂山くんグランド梅がうまい。グランド持続重ねして有利フレームめちゃくちゃ作る。投げる、上から投げる。沼バイソン強い。さあ2ワンずらしてくる。ゲージがそろそろ溜まりそうだ。さあサチュンリ前に出る、投げる、背中蹴りからチューチュー投げ、シューさんですね。これいつまでやるの。全然終わり時が分かんないけど、どうすんのこれ。さあ草さんが勝った、プラス1。さあうまく逃れて、これは投げがかぶっている。上からさっきも見た、シュウさん今日何回転生客巻き込んでんの。巻き込んでる。さあことごとくあの攻めをみんな食らっている。さあ空中竜巻と転生客、チューチューから下段。さあ一旦下がって、体育は潰されるが高めに食らって、さあこれは投げる。草チュンリーが落ち着いて取り返す。投げてまだピオらない。さあこれは踏んでトップスピン、画面味に追い込んだ。さあ転生が早い、巻き込まれるなら早めに出せばいいじゃない。これは戦列2連勝。瀬尾さん、さあ瀬尾さんは、王者プラスゼロ。瀬尾さんがここから5連勝したら終わってしまうが、瀬尾さんはちょっとずつでもいいので貯金を作っていく。大パン体育、垂直大パンか、そういうのがあるのか。さあとにかくチュンリー同キャラ強いこの男。さあこれは抜けるが、さあ中足の振り合い、さあ何か秘策を持っているのかチュンリー同キャラ。早い、これはスピバが出てしまう。さあ背中蹴り出させたが食らう、転生から転生が出ない。これは打たせる、投げる、受け身がない。これはコパンで落として、ゲージがあるのはセオチュンリー。これはバックジャンプで対空冷静。さあゲージ溜まった、分かんないよ。背中投げる。さあ瀬尾が取る、ピロシですね。
せっかく上がってきたのに。また瀬尾さんだ。さあ瀬尾さんとしてはまあ落としたくはない相手、つらいつらい団員戦の中、こういうオアシスは大事にしたい。中足体育つらい。あー背中切りでどっさあ三角飛びでいったが、いけるかいけるか。さあこれは最後までやりきった、ワンチャンありました。さあ画面端に追い詰めた、これはでかいが天章非常に痛い、非常に痛い。さあ下がる下がる。さあ気功拳打たれる、これは中キックうまい、戦列で押して飛び飛びあるぞ。背中蹴り、背中蹴りは、いや背中蹴りはね、ゼロ、あの1フレで空中に浮くんで、投げるのもちょっと難しいということですね。うわーっと今のは、今のはあの成功しなかったんですけど、研究の成果のやばい技ですね。バックジャンプから頭突きに対してスピードを出すとやばいことになると。これ研究の成果を出している。本当なら背中に抜けるんですけどね、あれね。さあつらい、チューチュー。さあこれは落とせない、ヒロシマイナス1。ネモさん、ネモさん、はい、次小山さんですね。そうそう。さあここでネモさん、ネモさんはマイナス2、もう6、7打線はやってないのでここで落ちるともう一生地獄から戻ってこれない。背中蹴りで回避。さあ瀬尾さん、背中蹴りという技を知り尽くしている。何もしない相打ち体育、これを待っていた。そして画面端から脱出食らって、まあよし、投げる、ゲームメイク。さあ大パンチ体育、これは相打ち、本田戦じゃないんだから。投げる、これは高めに食らって投げ返し、ケイシンさんが昔やってた技。さあまたこれケイシンさんの技だ。ネモさん降格、コエモンさん、さあ瀬尾さんがプラス3まで来た。いやーすごい完璧、コパンで落として、さあ天章で切り返す、ひたすら対応を繰り返すこの瀬尾俊二。さあカウンターで前歩き投げも狙わない、危ないからね。投げる、さあ来た、天章拾う。ちょっとカラキャン天章がかなり完璧ですね。さあジャック、ジャックか。さあ突っ込んでいった、画面端、うわーっと上にいた。しかし体力リードしているのはコエモン、投げる。さあここは止めたい、
上に行ってくぐれないピオラナイが背中蹴りまたしても投げさせない。これは大キック、背中蹴りも潰せる感じ。沼さん、さあまたしても沼さんの猛者マイナス1。突っ込んでいく、うわーコパンで割る、これはヘッドでお釣り、投げに行く、最速で抜けたけど、あーこれは下がる下がる、沼バイソンが下がる。何もしないぞ沼バイソン、下がる。さあグランド、どこかで来るグランド、意識が張り切れない、下がる。さあ画面端までは追い込んだ、ここからだ。さあ相打ちで取り戻す、ヘッドをまたしても仕込んでる仕込んでるけど沼さんが何もしない。さあ刺さる、ピオラナイ投げ返す、刺さって、さあグラン、さあ出させた。さあ今のアントミグランドからスパコン出したかったか出せなかった、沼さんが引っかかる、画面端暗い投げ、投げる、これは投げさせない、下段レックから、まだ上上、レックレック削り、投げにはいかない。シューさん、あペコさんですね、すいませんペコさんですね。ペコさんはつわものマイナス1ですね、小江門さんはプラス2、そう支援が逆に出る。さあ下段埋めて、さあこれ大パン大パン、さあフェイロンにも下段指導の痛い技はあるのよと。さあ突っ込んでくる、ゲージも溜めて、さあ満タン、逃れるがまたしても画面端、さあペコ S 剣つらいが波動でリズムを作っていく、押し込まれる。さあ支援が待っていた、台足で切り返す、抜ける、さあ分からなくなってきた、通常技一発で平気で死ぬぞこれ、減る。さあこれは危ない、支援を出していく、昇竜引っ掛けて表、これはしゃがんで透かしたか、仕込んでいる昇竜、表からなあ減った減った、シュウさんですね、はい、ちょっと待って、いや
さあ小江門さんがプラス3、シュウさんが、シュウさんこれマイナス2なんで降格戦ですね。さあ命が散らされていきますが、最終回みたいになってきた。さあこれは丁寧に垂直で起きる大足。あー突っ込んできた。こればっかりは防ぎきれない。どこかでどこかで突っ込んでくる。さあこれは支援で抜けて3発目は切って取る。これは支援出さない。めくり波動拳。さあ連勝を重ねていきたいところ。これは支援上食らう。下段つながらない。さあまだおかわり劣化。さあ引っ掛けてめくりが当たる。そして減る。クーサさん、クーサさん、はい。さあシュウさんが息を吹き返してマイナス1、クーサさんはプラス1。火炎臭で投げる。中足は切られる。今度は膝で投げるのはシュウさん。昇竜でまためくる。さあこれは大キックでうまく潰した。しかしこれはまだ安い。さあチューチュー前に行ったところにチューチュー。さあこれは昇竜でもう一回めくり下段。さあ今の飛びも悪くない。小足波動拳で押していく。さあ飛びたくなるだろうとそういう波動拳。さあ踏んでしまう。さあ昇竜ピロシ。さあシュウさんがゼロに戻してピロシはマイナス1。さあバックジャンプバックジャンプ波動拳上から行く。昇竜昇竜ばらまいて。さあ画面を一気に押していく。頭突きからしかしちょっと距離が遠い。これがホンダの悲しさ。これは大昇竜頭突き当たった後距離遠いんですよね。それが何より悲しい。大足大空これはうまい対策を見せた。これは投げてどうする。ヨガメリーから直にわっしょい。もう一回やっていく。さあ一気に決めた。さあ大パンチがくぐられる。オカマは入らない。さあ追い詰め。さあうまいジャンプジャンプで対策いった。ピロシやりにいったガード。さあまだ出すずっとリバサー。
さあくぐって飛びが刺さったが勝利。瀬尾さんですね。さあ瀬尾さん持ちポイントはプラス2、こっから3連勝。しかし周さんが乗っている、ジャンプが刺さる刺さる。これはガード空中投げ、これは勝利が当たらない、やばい。背中蹴りで浮くのちょっとずるくないですか。さあ中足だー、 TBS まさに情熱の大陸、竜巻じゃなかったですね。さあこれしっかり裏から弦を確定させていく、つらい。さあ投げられる、対空完璧、壊しフリマン。さあこれはしっかり抜けている、歩いて壊し。いやー、さあ切り返してさあ踏んでしまう、これはシュウさんのペース。昇龍しっかり暴れて飛ぶが逃げる、どっか行っちゃう。さあめくりが浮いて逃げる、飛びが刺さったがゲージが溜まってしまった、大キックが相打ち。沼さんはまだいる？いる、はい、はい。沼さんは今、モサ降格リーチです、はい、マイナス2ですね今ね、はい。さあ沼さんが降格リーチから4連勝プラス2まで持ってきました。沼さんもモサ降格リーチ、昇龍が刺さって、これはピヨって、あーっと、さあ歩いて大足投げ返す、埋めて投げ返す。さあ沼バイソン動かない、動かざること山のごとし、うまい、ちょっとずつ距離を調整している。あ、下がるのが早い、バイソン下がるのが早い。今の中キックもエロいな。さあ大パン、さあ開幕はダッシュアッパー、ヘッドで抜けて、さあガード、小波動の処理が大変、食らって、さあグラウンドで突っ込んでくる、これは確定している、ヘッド、どうする沼バイソン、どうする周拳下段、うおっ、ワンずらしてくる、しゃがんで食らってアッパー、これはグランド止める。ペコさん、はい、どこだっけ、あ沼さんいた、
さあペコさんは、ペコさんそろそろ落ちるんじゃない。そうですね、ペコさん広角リーチですよこれ。さあヘッド、ヘッド、さあヘッドが一方的にやられる。自ら画面端を背負ってよかったのか。アッパーが置いてある。グランド、うわーっと巻き込まれて何も出ない。そして沼さんも出ない。いやー今レンガかな、今さすがに隙間あった、絶対なんない。へえ。投げる、投げる、いやほんとつらいですねこれ。さあ画面端行ってしまった。ヘッドで抜ける、下がる、投げる、埋めて昇龍が刺さって、投げる、逆に投げる、これはくぐる、だタンパが減る。さあペコさん落ちちゃうの。なんかすげえ減ってるけど、あのストレート投げ返し、ヘッドで抜けて完璧。さあ、あ、つながらない。大足つながってはいないが、前に来る、あー大パン、ペコ降格。はーい、じゃあ小山さんですね、はい、プラス2。さあいい勝負を繰り広げている今日。結構これはバイソン戦参考にしてほしいのか、それともフェイロン戦参考にしてほしいのかと思うんですけど、ちょっと見ててもね難しいですよねこれね。伝わりにくいところが多い。投げ返す、投げる、これはガード暴れない。これはヘッドがなぜか出ている。うおー危ない、大パン。クーサーさん、はい、そろそろみんな終電大丈夫なんですか。さあ沼さんが、モサ、まあ、9段プラマイゼロと、で草さんが、8段つわもののプラス1となっています。で、王者の瀬尾さんがねそろそろ多分終電なんですね。さあ草チュンリー、ヒロシと瀬尾がそろそろ終電。これはガードできるけど死んでしまう。さあグランド相打ち、
さあ沼バイソンボタンをいろいろ押してリズムを取っている。さあ影縫いの効果もあるのか、投げは許さない、埋めて投げが通らない。さあフェイントを織り交ぜる沼バイソン、さあ下段通る、下がる沼バイソン、使っていった、反応できず。あっと百裂バリアを破ってくる、テンションで切り返すが、さあ切り返した沼バイソンもゲージ準備 OK、 使っていく。今のはバイソン返し技があまりない、あまりないのかな、もしかして中足で止める、投げは許さない、下段上背中蹴りだった。さあリードは沼バイソンだが、投げ一発で死ぬんでもう分かんないですね。正座戦列出して、これは時間を使ってどうなる、弦から食らう食らう、はいヒロシ、偉いのはね、今偉いのはあれさあピロシさんが、降格戦ですね。さあとにかくエスケンとチュンリーと当たる辛い戦いとなっております。とりあえず対空分かっておったろうに、投げる、さあこれは厳しいか、張り手で落として吸いに行く。さあ画面端だ、背中切りずるい相打ち、さあ落としてはいるがダウンしているのは本田、とりあえずもうお互い、さあ打ったお互いゲージがあってちょっとリードしてるのは本田、どうするこのリード。さあ百裂ピロシ降格、瀬尾さん、さあ草さんが強者8段のプラス3まで来てますが、まあとにかくこのセオチュンリーという男、同キャラ戦に強い。さあ食らってゲージが溜まっているのはセオチュンリー、これはプレッシャーがある、これは抜けられない、大パンチ、この垂直大パンチ対空見てきた我々。さあ垂直大パンチ、これがソリューションだったのか。さあ体力をしている草チュンリー、このラウンドは取りたい。これはさあ拾う、結構もぎ取ったよ。さあ守りきれるか、セオチュン草チュンリー下段中、さあ戦列出ず、これは時間がもうない、当たらない、これは
時間が足りないのでは。せやー中断で引き分けにまで持ってった。投げでは死なない、そんな時間帯。これは勝ちに等しい引き分けではないでしょうか。大パン、明日からみんな明日からやろうこれさあ、さあ投げる、素直に投げる。セオチュンリーが画面を見ている。草チュンリーも画面を見ている。のーこれは抜けてきた。あ、今の距離甘えなのか。じゃあシュウさんですね。終わらない、わかんない。まあ今ね、こう瀬尾さんがあと3勝したら終わります少なくとも。さあ瀬尾さんが王者のプラス2、誰かが上がって終わるのか、それともまあ瀬尾さんが終電になっちゃって終わるのか、難しいところ。投げる、さあ中キック、中段は失敗したが火炎臭、発生早いですからね。さあ瀬尾さんエンジンかかってきた。小足がとにかく強い。小足で刻むと昇竜が当たらない、当たり前の事実。さあモリモリ食らっている。さあゲージもない、めくりからおしゃれに決めた小右衛門さん。さあ瀬尾さんがプラス3。さあ一気に持ってった。ここは天章で切り返してガード。さあこれは食らう、減る。これは中足で対空。さあ細い勝ち筋を通していかなければいけない。さあ瀬尾さんがどんどん前線を上げてくる。これ以上は上がらない。とりあえず戦列で引き離してもう一回戦列がたまる。これは当たらない、当たらない距離で出している。さあこれは空対空、飛行をジャンプで抜けてもう一回飛行圏を劣化神経で抜けるのは結構小右衛門さん使ってる技なんですけど、瀬尾さんには当たらない。これは食らって相打ち、抜けられない。飛行を打つ、これは飛んで投げる。沼さんっすねまあそう、実際そう、まあしょうがないっす。さあ小右衛門さんが、つわものプラス2、沼さんは猛者のマイナス1。おっと裏に行った、おっと抜ける。さあこれは投げて、さあ定位置
大パンで相打ち、大パン大パン、ヘッドで釣ったのか、大パン。さあ小エモンもどう近づくか、これは相打ち、タチチューパンとしゃがみ、大パン、レックには使い分けているのか、これはスパコン。スーッと逃げる、これはくぐって、しかし空中ぐらい、置き攻めはこれはガードしている、まだ暴れない、しかし2発目確認から投げ返す、投げる、ずらしたが小山もガードが硬い、さあアッパー見てからスパ、さあヘッド、コエモンに負けないぞなかなかこれ。はい、じゃあ草さんはいるのかな、じゃあここに書いてもらって、あれいない、最終段位書く紙がどっか行った、じゃあさあですね、まあ瀬尾さんが終電で帰ったということで残ってるのが、沼、草、柊、小右衛門となりました。まあちょっと終わりが終わりの区切りが見えないんですが、とりあえず12時までにしたいと思います。はい、で今11時50分なんであと10分、ヘッド、さあということで、まあ、瀬尾さんが残念ながら帰ってしまったんですが、さあそこで沼バイソンも強い柊さんですね。柊さん今プラス0ですね。はい、0です。さあ残ってるのは4人、さあしっかり決める、ヘッドが出てしまった、昇龍が刺さる、昇龍はがバックジャンプで拒否、これはずらしてダッシュアッパー、これは垂直ジャンプで抜ける、さあ沼さんがヘッドで抜けてくる、グランド、さあこれは分からないがダッシュアッパー、歩いてくる、ダイヤシー、これは中パンチ、ダッシュアッパーからヘッド、お見事。コエモンさんやりますか。はい、沼さんが勝ってきた、沼さんもおーっとこれはヘッドで抜ける、投げに行って回避したが、バイソンの中パンチが上に強い、さあこれは当たらない、ガード、ヘッド早い反応、これはダッシュアッパー、
決めているクーサさん。さあ沼さんが勝ち始めた。さああと2勝で王者下段チューチューから刺さる。さあゲージお互い溜まった。どうするどう使う。フェイントをいろいろかませてはいるが、さあピオル、沼さんが上がって終わりは止めたい。さあずらして、今は危ない。さあ刺さる、ぬーっと、さあ刺さってヘッド、投げはさせない。沼バイソン見てる。さあ今のはクレイジーかくったのか。さあ草チュンリーも投げと見せかけて下段だったり散らしてはいるんですが、沼さんが画面見すぎ、これは確定、反応できず。さあ下がる。さあ中盤グランドいて上、痛い、もう体力ないけど。さあピオリーチ一旦下がる、ヘッドで抜ける、ゲージがある。これは使わせたが減る、ヘッド大丈夫、投げる、危ない、投げで死ぬ体力。さあ草チュンリーも気力を振り絞ってやっていく。さあゲージ止まった。これはかなりチュンリー頑張れるんじゃないか。体力は負けてるけど、あーっと突っ込んで、沼どうする、あーヘッド出ず、ヘッド出したんだけど出なかった。そうですね、いやまあどうしよう、まああるんで、じゃあ、シュウさんですね。いやそうです、そうです。さあシュウさんが、つわものマイナス1と、もうその時間的に多分次の試合が最後かな。はい、昇竜。さあ草さんもプラス2なんでね今ね。さあしっかり対空。さあこれは火炎手、波動拳、さあ切り返す、踏んでしまって画面味、無理はしない、下がってゲージがあるが、うおー昇竜ドンピシャ、これはめくりがミスってしまう。下段下がって波動拳、波動拳飛んでいく、ヘル、これはさあっと、これは上、はい、はい、さあ
たる。これは刺さっている。めくりが当たって削られる。さあ小右衛門さんは今マイプラマイゼロ。さあ圧力なかなか切り返せないぞ。食らっている。これは背中蹴りに対して支援。いやもう終わりやけど、どうする、終わりでいいかな。もう一回沼さんってやりたいって。そうですそうです。あ、一応やりますけど、終わり、はい、終わり。つわものプラ2、はい、さあ、本日最終戦になりそうです。さあ沼さんに負けっぱなしでは終われないと、小右衛門さんがもう一回やれと。さあダッシュアップ反応が早い。さあ投げに行った。食らっている。しっかり確認して、さあいけるかリベンジ。今日散々ポイントを吸われた。投げに行く。コパングランド有利フレームめっちゃ長いんでね。さあしっかり確認。画面端、沼バイソンが硬い。投げ返す。致命的な技は下ってくれませんね。さあ突っ込んでくる。巻き込んだ。これはいけるか。暴れない。裏しっかり確認。じゃあこれで本日は終わりで、はい、小右衛門さんは、最後2回勝ったんでプラス2ですね。はい、はい、じゃあ、はい、録画とりあえず終わります。お疲れ様です。配信ももう終わりかな。まあ見てた方が、段位はまあ一番高い段位は今日はですね、瀬尾さんの王者、まあ、10段のプラス2が最大ですね。で次がヒデさんが王者マイナス2で帰ったんで、まあ一応王者キープ、はい、まあいいと思います。でその次がそうですね、その次はまあ沼さんがモサかな。沼さんがモサのプラス1なんでこれが最大かな。はい、あとはまあ今残ってたスワマノの人たちがところですね。はい、ということでした。なんかいろいろ不具合があってなんか皆様にあれだったんですけど、はい、なんかはいオーバーですね。まあなんかいっぱい人が来てくれてよかったです。はい、なんかお疲れ様でした。はい、じゃあ配信は終わりますね。お疲れ様です。